こんにちはアニマルコミュニケーターのまゆみです、えー、今日はお知らせがあります、えー、沖縄直管リトリート2023年版のお知らせです、えー、2022年の10月に沖縄で一、えー、泊二日で、えー、直感リトリートを行いました、えー、その時すごいあの好評でたくさんの気づきとあのミラクル が起きてもうとってもとっても楽しい楽しい時間だったんですね。で、まあ、ぜひあの次回も」というお声もたくさんいただきましたしあのとても沖縄という素晴らしい場所でやるまたリトリートっていうのはもちろん日常の中でもリトリートはできるし他の場所でもできるんですけども私はあの。 やっティーダと呼ばれるあの輝くような太陽と青い海とそして何よりも大好きなあの柔らかい風が心地よい、ね、あの南国特有の風が吹いているあの沖縄でまた今年もリトリートをしたいと思っています。でその今年去年はねあの10月にしたんですけども、えー、と今年は5月にえっとリトリートをしたいと思っています。 日程は、えー、5月の20日土曜日から、えー、5月の21日日曜日にかけての1泊2日となってます。でえー、滞在するのはね、あのー、詳しい場所はまたねお申し込みいただいた方にあのお知らせしたいと思うんですけども、えー、沖縄県の中部の辺り、まあ、北部に近い中部ですかね。あのー ほとんど恩納村のしかも北恩納村の方あの北部に近い名護とかに近い方の恩納村ので行います、えー、私がいつもいつもあの心地よくてあのスタッフの方もそしてその場所自体も心地よい、まあ、ラグジュアリーホテルではあるんですけどもあの何かのね何かというかご縁でそこに、えー、とリピートさせていただいております。 その縁もあってそこの場所でまあ,あのホテルの敷地内でっていうよりも宿泊はそこなんですけどねあのホテルの敷地内ではなくその近くにあるあのビーチがとてもまた素晴らしいんですねそのビーチ、えっとまあ、パブリックのビーチなんですけどもそういうところとかを使って、えー、その場所でリトリートをしたいと思っています。なので ピンときた方はぜひあの動画をご覧いただきながらあのなていうのかな詳しいことはね URL を貼っておきますのでそちらでご確認いただけたらと思いますでリトリートの目的っていうのはねあの何かっていうとまずはこのリトリートに関しては、えー、自分と対話する自分と向き合うということをあのポイントにしておりますメインにしております。 私はアニマルコミュニケーターなので動物とつながるとかそういうねリトリートなのかなと思われる方もいるかもしれませんけども動物とつながることも自然とつながることもあと自分の内側とつながることも同じなんですね。なので、まあ、アニマルコミュニケーション自分あの動物たちとつながることを元にベースにして今度は自分とつながってみようっていうことです。 と同時にあの自然その場にある、まあ、海であったり砂浜であったり何太陽であったり風であったりそれからなんだろうな植物であったりとかねいろんなものありますから沖縄にはねそういうものを感じながらそういうものともつながっていくっていうことそれは沖縄ならではなんですね都会ではできないことなのでそういう時間を 過過ごごしてて皆様ととせたらと思っていますであのポイントとしてねあ,のあるのはまず、うん、あの自分にねその自分一人のために例えばお子さんがいらっしゃる方ずっと子育てで頑張ってきた方それから、ね、逆もありますよねご両親の介護だったりそれからまあ 自自分自身一人だとしても一生懸命働いてね自分でこう生きていくっていうことだったりまあいっぱいいろんなあの人生があると思うんですけども自分に贅沢な時間と場所を与えてあげるあのそれを許可するっていうんですかやっぱり自分のことをないがしろにしてることは多いんですよねとか後回し。 もうこれはいい悪いじゃなくて仕方ないことだったりするんだけどもちろん動物のこともそうですね動物のお世話もそうだしあのだけど今回は自分のためだけにだから家族と一緒にまたリゾートに行くとか旅行に行くとかとはまた違うんですよそうするとまたそこでお世話したりまあまあ自分一人の時間じゃないですよねそれはそれで楽しい旅行としてはそれでいいんですよでもリトリートトーはそういうい ことではなくて自分だけの時間を自分だけのために使うそして贅沢な時間と場所沖縄というね贅沢な場所で自分だけの贅沢な時間と贅沢な場所を自分に提供する与えるそしてそれを許可するっていうことから始まりますでそれがそこから次に本当に自分を大切にしていく。 っていうのはのはそ自分を大切にするっていうのはその表面的にね自分を甘やかすとかそういうことではなくて贅沢をさせるとかねそういう意味ではなくて本質の意味のね自分を大切にするっていうことのまずはそこの入り口から入ってそして自分を大切にするっていうのはどういうことなのかっていうことを体験していただく。 こととにななるのかなと思いますあの実際、えー、と10月の時はそんな時間を皆さん体験できたっていうかねモテたっていうかねそんな感じだったのでそこに皆さんあのすごく驚いていらっしゃいましたあのこんな世界があったんだこんなこう例えばゆったりとした時間もそうだし風もそうだしいろんなものがねこんな感じ あの久しぶりだとかねこんな世界をこう忘れていたとかうんあとこんなものを自分にねあの人には与えたとしても自分には与えたことがなかったとかそういうことから始まりだから本当にままず来れたただけでよかっっっっておっしゃる方もいっぱいいぱすでそういうことや何と、うん、かなそういうとこから始まり。 で実際はね、もう、あのー、あれなんですよ。みんなで、本当にね、例えば、瞑想したり、何かをする、ワークをするとかじゃないんです。何にもしないんです、逆に。そして、何もしないけど、ただ遊ぶんです。それをします。でも、それが逆に、自分とつながる一番早い方法なんです。遊ぶということは、人間が、というか生き物が持っている使命なんですね。私たちは、 地球に遊びにやってきてます。じそれは何かっていうとね、あの何もしないダラダラするあの低ダラでいるとかそういうことではなくて、子供って遊びのあのプロでしょ。一生懸命遊んでますよね。でもその中でたくさんのことを学び、遊ぶことでえっとなんていうのかな、遊んでる時が一番宇宙とつながってます。そして自分ともつながってます。で一番いい波動 なんで,すね、でも私たち大人になったら遊んじゃいけないとかあのよく言われますよね遊んでばっかりいないで勉強しなさいとか宿題しなさいとか仕事しなさいとかね仕事だからそういうことを忘れているんだけど実は遊ぶために来ているし遊ぶってことが一番自分の波動を上げるしで遊ぶことによって波動を上げる自分自身が。 あの心地よくなることによって自分ともつながれるしそして何て言うのかなこうそういう自分でいることがまたその波動って伝播するのでね地球全体にも伝播するしみんなにも周りの人にも伝播するのでその心地よいご機嫌な自分でいるためにも遊ぶってことは大事だしあの何て言うのかなそうね 何もしない贅沢ってよく言うけど何もしない贅沢をしながら何もしないんじゃなくて何もしないことによって感じるいろんなものを感じる風を感じる音を感じる匂いを感じる感触砂浜の感触を感じるいろんなことを感じることを味わい尽くす何もせずにっていうことをしていきたいと思います。そしてもう一つのポイントは、 あの自分とつながるからって自分の内側ばっかりを見たりこう自分のことを考えるんじゃないんですねそ,それってすごい、まあ、それも一つの内観という方法なんだけどすごい難しいので。